おかげさまがどういう人たちか分かってんだろう。当たり前じゃん。特に四代目って先代のどのおかげをも超えてやるんだ。おかわりか。いや、この葉の額当てちっとやらして。だからゴーグル外してたな。おかわり。なお課題は分身の術とする。それ分身の術。彼は身のこなしやスタミナは優秀ですし、しかもこれは足手まといになるだけです。合格とは認められません。これで一人前だね。俺よくやった。さすが俺の子だ。あんなのが忍びになったら大変。いるかよ。後で話がある。なんで俺ばっかり。ナルト君には本当の意味で君にとっておきの秘密を教えよう。お前の気持ちもわからんでもない。じゃがナルトも同じ。イルカ先生、起きてください。最初の術は封印の書は初代おかげさまが封印した危険なものを。ナルトを連れ戻すのじゃ。どこへ行ったナルト。そうすれば封印の書は俺のものだ。こらナルト。あのさ、これからすっげえ術見せっからさ、それできたら卒業させてくれよな。水木だと。ナルト、巻物を渡せ。それは禁じ手の忍術を記して封印した。イルカはお前がそれを持つことを恐れているんだ。里にはある掟が作られた。ある掟。ナルトの正体が化け狐だと口にしない掟だ。お前は里のみんなにずっと騙されていたんだよ。ナルト、お前なんか誰も認めやしない。だから人の気を引くためにいたずらをするしかなかったのじゃ。死ねえんだろと。なんで。同じだからさ。クラスでよくバカをやった。人の気を引きつけたかったから苦しかった。ごめんな、ナルト。俺がもっとしっかりしてりゃ。なんだかんだ言って巻物を取り戻したいだけなんだ。ナルトは心変わりするようなやつじゃねえ。あの巻物で。そんなにいいやつじゃない。させるか。術で抑えられていた力を解放するやもしれん。九尾の狐が現れる可能性も万に一つだが考えられる。水木が巻物を狙ってる。イルカじゃないと分かった。親の仇に化けてまであいつをかばって何だろう。マジ、あの巻物の術を使えば何だって思いのままだ。イルカ先生も本心では俺のこと認めてねえんだ。一途で、そのくせ不器用で、木の葉の里の渦巻きナルトだ。これまでか。手出すな。殺すぞ。影分身の術。実体そのものを作り出す高等忍術。それじゃあこっちから行くぜ。大したもんだこいつ。ひょっとすると本当にナルトのやつ見つかったか。ダメだ。全然まだ。よし、もう目開けていいぞ。卒業おめでとう。卒業祝いだ。ラーメンおごってやるぞ。ま、それはラーメン屋まで我慢しといてやるか。なかなかいい顔決まんなくってさ、それになるまで3時間もかかっちまって。変化。ところでナルト、この忍者登録書は里だけの隠密性の高いもので、
五代目ホカゲはこのこのハマル様の孫。大丈夫でございますかお孫様。貴様がなんかしたんだなこれ。てめえが一人でこけただけだろうがこれ。どうせお前もホカゲの孫が相手じゃねえ。なことを知るかってばよこのバケ。いいですか、あなたはこの三代目ホカゲ様の孫なのです。このエリート教師エビスの言うことに間違いありません。そう、私に教えを請うことこそが。って言いねえじゃん。どうやらナルトの後をつけていきよったようじゃ。あやつにアホなことを吹き込まれなければよいのじゃん。さすが噂通りの男、ホカゲのジジイを倒したお色気の術というのを教えてくれ。仕方ねえな。さあ、チャトラだ。チャクラっていうのはな、簡単に言うと術を使うときに使うエネルギーのことだ。これこうやって発動させるんだ。これって知ったかぶりして巻物読むな。努力と根性か。これそうだ、お前の忍術がどれぐらいだか見てやるってばよ。よし、まずはあの姉ちゃんになれ。どこがよ。なんで俺が殴られるんだってばよ。うちは立ち読み禁止だって言ってんだろうが。ナルト、気合い入れて行くってばよ。あっさん、あやばん、変化。お色気の術の下ごしらえはこれで整った。いいか、基本はポンポンだ。やれ手打ち風に。あっ、あやばん。考えれば私は未来のホカゲ候補を何人も育ててきたエリート教師。ところでなんでお前ってばそんなにホカゲのじいちゃんに食ってかかんだ。みんな俺を見るときや俺を呼ぶとき、ホカゲの孫として見やがんだ。だから今すぐにでもホカゲの名前が欲しいんだ。ガキが語るほど簡単な名前じゃねえんだよ。この俺をぶっ倒してからにしろ。三代目、探しましたよ。一発の忍者になって里のみんなに自分のことを認めさせてやるって。アルトに九尾の狐が封印されていることを知っておるのはよって今の子らはそのことを知らぬ。へその尾を切ったばかりの赤子のへそに九尾を封印したのじゃ。中にはナルトのことを九尾の狐というものまで現れた。いるかよ、知っておるか。何です。見つけましたぞ。どいつもこいつも。おかげの名前もらうんだ。今すぐ邪魔するかな。くらえ、お色気の術。だー、ふざけた奴といるとバカになる一方ですよ。こう見えても私はエリート教師、水木などとは違うんですよ。ほい、変化。はエビスだな。名付けてハーレムの術。飛ぶ。里の誰もが認める最高の忍者。俺だって俺のこと認めてくれる人が、みんながみんな認めてくれる。ホカゲってすげえ名前語るのによ。ホカゲの名前が欲しけだな。俺もう古文なんかやめた。お前には悪いが、俺っては明日から一足先に忍者だ。まだまだこれからじゃ。俺ってば今日から忍者だからさ。さ
かけなくていいの？もう私はアカデミーの生徒じゃない。木の葉のくのいち。おはよう、さくら。おはよう、イノ。昔のことは関係ないわ。今日からお互い一人前の忍者。お前さ、お前さ、この額当てが目に入んねえのかよ。また私の勝ちで、さくら。何言ってるの？教室に入ったのは私が早かった。あれですか、今年のナンバーワンルーキー内葉サスケは渦巻ナルトか。こいつもサスケサスケって、こんなやつのどこがいいんだよ。マジかよ。僕のファーストキスは私が奪う予定だったのに。チコチコだってばよ。うざい。めでたく一人前の忍者になったわけだが、しかしまだまだ新米の下人。三人一組？ちゃんだろう。サスケ君と組むのは私に決まってるわ。班は力のバランスが均等になるようこっちで決めた。やったー！ナルトと一緒。ヒューガ・ヒナタ。はい。なんでそうなるのよ。チャンナロー、愛はカー。だからモテないのよ。あんたみたいなのとは組みたくないもんだわ。それから秋道長治。優秀なこの俺がなんでこいつと同じ班なんだってばよ。班の力を均等にしようと。お前、チャーミングな広いおでこしてんな。メルヘン信じてる楽器じゃあるまいし。思わずキスしたくなるぜ。ソルヤ！チャンナロー！メルヘンゲット！ナルト、どう思う？ナルトは、私のことなんて何一つ分かってない。影分身の術も使いこなせるようになっていたとはな。今やっと分かった気がする。すぐ戻るから。サスケ君ったらシャイなんだから。なんでこんないい時に鼻が痛くなるんだってばよ。こうなったらとことん嫌なサスケを演じて。もうサスケ君ったらシャイな安畜生なんだから。ナルトは？またまた話をそらしちゃって。ほら、あいつ両親いないじゃない。親にガミガミ言われることもないしさ。だからいろんなとこでわがまま出ちゃうのよ。お前うざいよ。やっと収まったってばよ。さくらちゃんまだ待ってくれてっかな。俺に化けて何をする気だ。面白そうだからやってみただけだってばよ。止めさせてやるってばよ。覚悟しろ。さけ誰ともこんな気分だったんだ。次からはもう少し。教室に戻るわよ、ナルト。さくらちゃん。ナルトのバカ。例の内派一族のサスケもお前の受け持つ班だ。こんなもん飲んだら腹壊すぞ。一体何なんだってばよ。